岸田銀行、岸田銀行、岸田銀行、1833年6月15日、天保4年旧歴4月28日、一節に、同天保4年旧歴4月8日、1833年5月26日、明治38年、1905年6月7日は、日本の新聞記者、実業家、教育家、三作国久兵北条軍。 羽賀村大和座中羽賀座国温泉市、現岡山県久米郡三崎町出身。目薬、聖火内水、聖気水を販売するなど、薬業界の大建物としても知られる。1872年、明治5年に卵かけご飯を食べた日本で初めての人物とされ、周囲に卵かけご飯を勧めたとされる。なお、江戸後期の天保年、1838年には、 鍋島藩の五字日記において、客人に供をされた献立に、おどんぶり生卵が見られる。陽名を、達大郎。名前は大郎、大郎左衛門の、達造、将、根まろ、清原桜、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 ままよ、銀次あるいは、銀次郎などがある。また、墨の江岩国家、墨の江桜、墨の江騎桜、騎士国家、騎士人 岸太郎、岸桜、小林屋、銀次、岸田銀次、岸田屋、銀次、京谷銀次郎、桜井銀次郎などとも名乗った。号は銀行、東洋、桜草。筆名には、銀道人がある。1833年6月15日、天保4年4月28日、三作国久部北条軍、柿和村に、大白将、岸田修次郎の子として生まれた。 1852年、嘉永五5年19歳、江戸に入り、翌年、津山半寿、小国政形の赤松塾に入門。その紹介で、同年、林俊頭に入門。しばらく後に、三河衣飯飯飯かかえの中古商として奉公するも、活気を患い郷里へ戻る。1856年、安政3年、23歳で、大阪へ出て、藤沢東。 に漢学を学び、翌年には、江戸の藤森天山に入門する。しかし、1858年、安政5年25歳の時に、天山が幕府に追われる身となり、翌年には係り割を疑われ上州以下保へ逃れた。その後、三河衣藩に戻り樹官に承認するが、間もなく脱藩し、上州を経て、江戸に入り、深川の義老の箱や、 湯屋の三助など下男として、ここをしのぐ。ほどなく義老の主人となり、吉原に住むようになり、この頃、気ままに暮らすをもじり、ままよの銀と名乗っていたが、転じて銀次となり、仲間内で銀行と呼ばれるようになったことから、銀行と称するようになったという。また、その字面は、陸友の詩の一節、銀至るばえかくまたこうから取ったものであるとも言う。 1863年、文久3年4月、眼病を患い、三作り周平の紹介でヘボンを訪ねる。その後、ヘボンが当時手掛けていた、和英語輪修正の編纂を手伝うようになる。ちなみに、和英語輪修正等代名は銀行が命名したと、される。同時期、ジョセフヒコの下で英語を学び、外国新聞を翻訳する、海外新聞を発行する。 1866年、慶応2年、和英語臨修生の印刷観光のためにヘボンと上海へ渡航、翌年5月までの9ヶ月を三華書館で印刷、校帝に努めた。この三華書館は、アメリカ長老会が1860年に上海に進出、設立した印刷所で、第6代館長ウィリアム・ギャンブルの下、当時アジア最高の印刷所であったが、 カタカナの活字がなかったために銀行の半下に基づいて宙作りしなければならなかった。1867年、慶応3年5月、辞書は完成し、7月に横浜の居留地で発売された。同年日本へ帰国すると、間もなく、ヘボンより処方を教授された名惑、聖火内水の販売を始めた。1873年、 東京日日新聞に迎えられ、主筆として活躍する。台湾出兵の際には、従軍記者としておもき、台湾従軍記を連載、読者の公表を博した。文筆活動の傍ら、諸事業を拡大し実業家としても活躍。聖火内水では、東京日日新聞の紙面に、新聞広告を打ち、売上工場に活用しており、これは、 新聞広告の商業的活用の講師となった。1877年に東京日日新聞発行所である日報社を退社して銀座に落善堂を開き売役業に専念する。1880年中国に上海に渡り楽善堂支店を開くと販路を各地に広げる成功を収めた。商業面で成功を収める傍ら、岸田は 日中間の将来を考え始める。当時、中国各地に販路を拡大していた、楽善堂には大陸で活動することを志す人々が集まっており、岸田は彼らの活動を支援した。支援した人物の中には、荒尾忠がおり、日清貿易研究所や東和道文書院の設立に、中心的な役割を果たすようになる。岸田自身も、日清の友好、 貿易のために、1 8 8 0年2月に、榎本武揚、長岡森義、曽根春吾らと、講和会、アジア協会を組織している。中国については、商業的な活動だけでなく欧米の、医療技術普及についても活動を行い、中国各地に病院を設けた、同人会、1902年設立にも、積極的に参加した。 一方的に欧米式の医療を広めるだけではなく、漢方薬にも注目し、日本に普及させてもいる。また、現在で言う福祉活動にも積極的であり、盲人教育への関心も強く、前島ひそか、中村正直、山尾洋蔵らと、1880年に事業を開始した、落前会訓盲院、原筑波大学附属盲学校を創設している。晩年は、 新国知事の返済に努めたが完成を待たず、1905年6月7日に、心臓病と肺炎のため亡くなった。墓は、東京の谷中墓地にある。妻勝子とは子宝に恵まれ、七男五条を設けた。長男林寺は銀行より先に没し、次男のも草生が銀行の名を継いだ。第九子、四男流星は、洋画家であり、その下の弟、岸田達也は、 宝塚歌劇団創設期の演出家である。議員校は1868年にバンリードと横浜新報模試予想以下模試予想を創刊する。ただし本誌には議員の名前は掲載されず、リードは議員が筆家を免れるための隠れ身のと言うべきやりだった。当時リードが住んでいた横浜居留地は違い方形に設定されていたため、幕府も手出しできなかった。 実際、記事のほとんどは、銀行の手によるものである。模試要層は、木版ずり、半紙四つ折り、四十六版、一行二十字詰め、一面十行、投資型面ずりの袋表紙、萌え色の剣士二箇所閉じであった。記事は金混じりの平易な文で書かれ、また、広告記事が一切なかった。銀行は、総看護で、よ、がこの旅の新聞紙は、 日本全国内の時々の取り沙汰は、もちろん、アメリカ、フランス、イギリス、シナの上海、香港より来る新報は、即日に翻訳して出すべし。かつ月のうちに十度の余りも出版すべし。それゆえ書式の相場をはじめ、世間の記事陳断、古く先ことを書き載せることなし。また確実なる説を探り求めて、決して不説を載せず、と編集方針を記している。 銀行はこの方針に則っ,って自由に記事を執筆したヘボンが手掛けた日本初の義足手術を報じたり、レオン・ドロニーがパリで観光した法事新聞世の噂を紹介したりしているが、同時にただ耳から耳へ聞き伝えたままを書き、あるいは前度最後か方が勝ったことばかりでは、江戸の人気は当然と感じており、砂漠派が多かった江戸の庶民にも配慮して、 官軍が負けたなどという記事も載せていた。もしおうは、柳川春さんが創刊した、中外新聞と発行数を争う、人気新聞となったが、後続に次第に振るわなくなり、四十二号で廃刊となった。銀行自身は千八百七十年頃に、もしおうを離れたらしい。銀行は千八百七十三年、東京日日新聞に招かれて主筆に就任する。 当時の東京日日新聞の発行部数は2000部ほどであったが、銀行の執筆した記事が評判を呼び、部数も増加する、翌1874年時点で8500部。しかし銀行は、東京日日新聞のさらなる発展を見据え、総刊者の一人である、上野伝平のかつての上司、福地玄一郎を呼び寄せて、主筆の座を譲っている。銀行は、 日本初の従軍記者でもあった。台湾出兵に従軍し、戦況と台湾の風土を連載したが、これが日本における従軍記者の行使だったのである。なおこの連載時、東京日日新聞の部数は1万5000に達した。その後も銀行は、明治天皇の巡行の様子を記した東北五巡行記を連載するなど顕筆を振るったが、1877年に退社、 以後新聞会との関わりを断つ。銀行は実業家としても成功している。慶応三年、1867年、銀行は改装業者を始める。江戸松坂や野兵と横浜鹿島や亀吉の合詞であった。毎日江戸横浜間を往復し、とても早かった。購入した汽船は稲川丸といい、よく働いたが、これが築地海岸にて、 爆発沈没し、廃業した。銀行の次の事業は、模試王装であるが、これは上記を参照のこと。模擬王装と同時期、横浜に骨董玩具店を開いたり、函館を視察し、ノウハウを得、1871年、明治4年江戸で表室紹介を創設して氷を販売しました。明治10年、1877年東京日日を、 辞めた銀行は本業を目薬、製火内水の製造、販売都市、東京銀座二丁目一番地に楽善堂を設立した。銀行は新聞広告を活用し、またまた世間の評判を呼び、もてはやされた。銀行が人生で一番金を得たのが、この仕事である。明治十一年、1878年、銀行は上海に渡航し、支店を作った。 上海は銀行が和英語臨終生を印刷した思い出の地である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。